口の中の匂いが無になるの。無。これはナインのホワイトニングケアセットです。ベロがすっごい綺麗な色になって、皆さんデンタルフロスって歯磨き前と歯磨き後どちらに使うものだと思いますか？アニャーセヨー、ナイニンミダー。本日はですね、私が愛用しているオーラルケア製品についてご紹介したいと思います。私自慢できることが一つあって、虫歯が一つもないんですね。銀歯とかもないし、健康な自分の歯なんですけれども、私かなりオーラルケア製品についてはすごいこだわりがあって、私が長年愛用しているおすすめ製品だったりとか、最近使い始めて皆様におすすめしたい製品とかを今回はまとめてご紹介したいと思います。ナインビューティーでは今年中にチャンネル登録者1万人を目標としています。まだの方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。クラウンシジャッケバッケよ。口中にナイン。まず一つ目にご紹介させていただきたいのがマウスウォッシュです。私今までいろいろなマウスウォッシュを使ってきたんですけれども、その中でダントツ良かったものを今回は皆さんにご紹介したいと思います。それがじゃん、セラブレスオーラルリンスです。こちらはですね、前にも私がご紹介させていただいたものなんですが、アイハーブで購入することができます。でこれ本当に私使ってめちゃくちゃ感動したんですけど、やっぱり朝起きるとどうしても口臭って気になるじゃないですか。でもこれを使うとね、本当に口の中が無になるの。無。本当にびっくりしちゃうんですけど、割と刺激も少なくって、リステリンみたく使った後にすごい刺激感が強かったりとか、スースーする感じとかは全くなくって、なんだけどこれを使うと不思議なことに本当に口の中の匂いが無になるの。無。本当に私ここまで本当に匂いが無になるマウスウォッシュって初めてっていうぐらい、もうこれをね初めて使って感動して長年ずっと愛用しているっていう感じです。なのでこれは私の周りにもすごいおすすめしているマウスウォッシュです。である時にね、なんかタイ料理を食べたんですよ。でやっぱなんかスパイスをたくさん使っている食べ物って歯を磨いてもなんか口の中にさ残るじゃないですか。で夜自分の口の中の匂いってすごい気持ち悪くなっちゃって眠れなかったのね。でそんな時にあこれだって思って使ったら、見事に口の中の匂いがなくなったの。匂いを消す効能が半端ないです。これは刺激もなくて不思議なんだけど本当に無になります。でこちらはですね、ピンクとブルーのものもあって、最近ねこちらのブルータイプも購入してみました。こっちの方がキシリトールが入っているのでスースーするタイプになります。なのでこうスースーするのが好きじゃない方はこっちの緑をおすすめで、こうキシリトール感のスースーする感じが好きっていう方はこっちのブルータイプの方がおすすめなんですが、私はねちょっとブルータイプ使ってみたんですけど、個人的には緑の方が好きでした。やっぱねシンプルが一番いいなって思いました。なんでかっていうと、なんか最初はスースーするんだけど、後になんか甘い感じが口の中に残るんですよ。例えばさコーラとかなんか甘い炭酸飲料飲んだ時って、最初はさすっきりスースーする感じあると思うんですけど、最後口の中になんか甘い砂糖みたいなのがベロに染みてる感じあるじゃないですか。ちょっとなんか表現が気持ち悪いかもしれないんですけど、そういう感じなんですよ。伝わるかな。なんかそれがね、私はちょっとあえてそのキシリトールは自分は必要ないなって思いました。こっちの方が口の中を全部こう取ってくれる感じ。こちらはなんかスースーしたのを入れる分、やっぱちょっとなんかね甘いのが残っちゃうんですよね。ガムとかもそうじゃないですか。スースーするガムってさ、最初はさスースーしてあんまわからないんですけど、最後の方にさなんか甘いのが残るでしょ。そういう感じなんですよね。口中にない。じゃあもう一つおすすめしたいマウスウォッシュがコーンガーグル Q です。こちらはですね、提供でいただいた製品なんですが、すごく面白いタイプのマウスウォッシュになってます。これは韓国のマウスウォッシュなんですけど、なんかさ見た目もちょっとおしゃれでしょ。ちょっと高級感のある感じのマウスウォッシュになっています。やっぱさすが韓国だなって思いました。伊勢丹新宿店のビューティーアポセカリーでベストコスメ賞を受賞していて、さらに日本初上陸のグッチのレストランオステリアでお手洗いのアメニティとしても採用されているブランドなんですね。今めちゃくちゃ話題のマウスウォッシュになっています。こちらなんですけど、主成分がねさすが韓国だなっていう感じで、トウモロコシ、緑茶エキス、キシリトール、高麗人参とか肝臓とかも入っているんですね。漢方系の成分が入っているのでちょっと変わってますよね。なんですけど味は全くそういうことがなくって、フルーティーですごく美味しい味がするんですよ。リンゴ風味でちょっと酸っぱい感じの美味しいマウスウォッシュです。子供でも使いやすい味かと思います。これ
何がすごいかっていうと、口の中でぐちゅ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 するじゃないですか。で、吐き出すと口の中の汚れが出てくるんですね。ちょっと私が使ったやつを見せるのは少し恥ずかしいので、こちらですね、パンフレットにも載っているものなんですけど、こういう汚れが出てくるんです。日本で言うとよくドラッグストアで売ってるのがこれ、皆さん多分見たことありますか？グッバイ口臭って書いてあるんですけど、これと同じような感じです。なんだけど私はね、これよりかはこっちの方が味も好きだったし、入ってる成分とかを見ても私はこちらの方がおすすめです。こちらなんですが、持ち運び用もありまして、こうやってね、個包装になってるんですよ。なのでお出かけの時とかちょっとバッグの中に入れておくとすごく便利でいいなって思いました。しかもやっぱちょっとおしゃれですよね。おすすめな使い方としては、歯磨きをした後に1分ぐらい口の中でぐちゅぐちゅして吐き出すのをおすすめします。でも私すごい歯磨くのね、めちゃくちゃ歯磨くの。歯磨きに10分ぐらい時間かけてる人だから、これほど汚れは出ませんでした。歯磨き直後よりかは、歯磨きしてちょっと時間経った後とかだと結構こういう感じで汚れが出ます。私の個人的な使い分けとしましては、夜寝る前はもうこちらですね、必ずこれを使って、お昼とかあと外出時とかにはこっちを使いたいなって思いました。じゃあ次にですね、私がめちゃくちゃおすすめな歯ブラシがあります。私ホワイトニングしてないんですけど、割とね歯が白い方なんですよ。これには理由がありまして、歯ブラシにかなりこだわっております。じゃーん、これね、ちょっと型が古いんですけど、オーラルビーブラウンの電動歯ブラシを使ってます。今はもっと新しいのがどんどん出てきてると思うんですけど、昔からうちにはこの電動歯ブラシがあって、私が小学生の時からこの電動歯ブラシを使ってます。で、やっぱり電動歯ブラシを使わないのと使うのでは全く歯のね、色が違うの。やっぱり食べ物の色って知らないうちに歯に着色してるんですよ。緑茶とかコーヒーとか紅茶とかよく飲む人、茶渋とかがやっぱ歯に染みるんですよね。で、私がこの電動歯ブラシを使わない時期があったんですけど、一瞬で歯が黄色くなったの。その時にこの電動歯ブラシの凄さを知りました。で、これはブラシをね、付け替えられるんですけど、私のおすすめのブラシ付け替えはじゃん、2種類ありまして、先っちょにゴムがついているタイプです。こちらはですね、真ん中に太いゴムがついていて、こっちは細いゴムが3箇所についているタイプになります。だから細かい歯の隙間とかをゴムで洗いたいときはこっち、全体的にホワイトニングしたいときはこっちがおすすめです。これをね、歯の隙間にガーって入れてから、もう隅々までね、電動歯ブラシで磨いてます。このおかげで歯がツルッツルだし、虫歯もないし、この通りね、歯が割と白い方です。歯医者さんとか行っても、歯綺麗に磨けてますねってよく言われます。全然なんかね、スケーリングとかしてくれない。もうこの電動歯ブラシ使っちゃうと普通の歯ブラシに戻れないです。知らないうちに最低5分以上は磨いてる。で、これでなんかね、歯茎のところまでやるとなんかマッサージされてる感じがあって、こう歯茎ケアまでできていいんですよね。で、これはね、家庭に1本あればいいと思います。歯ブラシの先を変えればいいだけだから、自分が使う時だけこれを刺して使っていただければ OK です。ブラシによってこういうリングがついているの、これは青なんだけど黄色ピンクとかあって、こうやって下にはめとけばいいんですね。そうすれば色分けして使っておけば、誰がどのブラシか混ざることなく使えるので、みんなでシェアして使える電動歯ブラシになっています。口中にない歯磨きつながりで、おすすめな歯磨き粉をご紹介したいと思います。おすすめの歯磨き粉はすごいいっぱいあるんですけど、今回はピックアップしてホワイトニングにおすすめな歯磨き粉2つだけ持ってきました。1つ目がじゃん、クレストの歯磨き粉です。もう1つ目がじゃん、アーム&ハマーのアドバンスホワイトです。どちらもホワイトニングにすごくおすすめな歯磨き粉です。両方ともアイハーブで購入することができます。で、強さで言うとこっちの方がより強力。なんでかって言いますと、唇の皮が剥けるの。ペロ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 剥けてくるんですよ。口の中まで剥けてくるから、結構敏感な人とかはかなり皮剥けすると思います。もう私はうまい具合にピーリングされてて角質取れていいかなって、すごいプラス思考な考えでいるんですけど、まあ、実際はあまり良くないのかもしれない。だけどホワイトニング効果はどちらも最強なので、とってもおすすめです。とりあえず歯を白くしたい方は、この電動歯ブラシとこの歯磨き粉、これセットで使っておけば間違いない。もうこれはナインのホワイトニングケアセットです。じゃあ次はですね、私がすっごいおすすめなベロ磨きをご紹介したいと思います。それがじゃーん、ブレス RX 舌クリーナーです。私ベロ磨きいろいろ使ってきたんですが、これが一番最強でした。
これめちゃくちゃ皆さんにおすすめしたいです。こうやって折り曲げてこういう感じで使っていくタイプなんですけど、レギュラー麺とソフト麺があるんですよ。しっかり取りたい時はレギュラーの麺、優しく取りたい時はソフトの麺にこう交換して使うことができます。もうこれね、本当にベロがすっごい綺麗な色になって汚れがすっごいしっかり取れるの。これ本当におすすめですよ。うちの家族みんな使ってます。一回使うと本当に綺麗になるから、もうこれ以外は使えないっていうぐらいめちゃくちゃおすすめです。もう手放せないアイテムです。くちゅうにない。次はですね、デンタルフロスをご紹介したいと思います。リーチのデンタルフロスです。いろんなデンタルフロス売ってるけど、私はね一番これが好きでした。いろんなタイプがあるんですけど、このオレンジのやつが強力で頑固の汚れが取れるやつなんですね。なかなか売ってないからアマゾンで購入してるんですけど、私あんまりこう柔らかめのフロス好きじゃないんですけど、これは固めのフロスだからしっかりね、こう歯と歯の間の隙間の汚れが取れるんですね。で、皆さんデンタルフロスって歯磨き前と歯磨き後どちらに使うものだと思いますか？正解は歯磨き前です。なんでかって言いますと、歯磨き前にフロスをして歯と歯の間の隙間の汚れをしっかりと取っておくことによって、歯磨きした時に歯磨き粉が歯と歯の間にしっかりと入ってくれて綺麗に磨くことができるんですね。なので歯磨き前に使っていただいた方がより効果がアップします。やっぱ虫歯予防とかのためにもフロスはしっかりとしといた方がいいです。それがやっぱ口臭の原因となってしまったりするので、フロスはかなり重要です。で、私特に矯正してるから歯と歯の間にこう隙間を作ったりするので食べ物が詰まりやすいんですよね。だからもうこれはね手放せないアイテムです。じゃあ最後はですね、私が最近購入したおすすめのものをおまけでご紹介したいと思います。リステリンのリミテッドエディションのマウスウォッシュです。これリミテッドエディションだから常に売ってるものじゃないんですよ。で、たまたまドンキで買ってからめちゃくちゃ美味しくって、その後ね他のところで全然売ってなくて、ロハコで最近大量購入しました。で、これはピーチなんですけど、他にもいろいろな味があって、ついさっきねこれを使ってみたんですが、ココナッツスプラッシュっていう味で、これはねちょっとまずかった。私はあまり好きではありませんでした。ココナッツとマウスウォッシュは相性があまり良くないみたいです。で、このピーチはなんかすごく美味しかったの。ピーチの美味しい味がしてね、これ皆さん今しか買えないのでぜひ買ってください。美味しいし見た目も可愛いからおすすめ。はい、ということで今回は私のおすすめオーラルケア製品をパッとご紹介させていただきました。もう本当におすすめな製品だけをご紹介させていただいたので、ぜひ皆さんも9おすすめ購入してみてください。すべて購入先は概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてくださいね。クラーンウリンターメマンだよ。あんにゃー。